7月22日から長崎市恐竜博物館で開催中の企画展、よみがえる恐竜王国ロボット恐竜大集合。ティラノサウルスなど8種類のロボット恐竜が人気を呼び、来場者が今日3万人を突破しました。3万人目となったのは東京から長崎市に帰省中の前田さん一家でした。びっくりしました。嬉しいです。ありがとうございます。いい思い出になりました。恐竜好きですか？ちょっと怖い。3万人を超えた企画展は長崎市恐竜博物館ではおととし10月の開館以来初めてだということです。企画展よみがえる恐竜王国の会期はあと4日、次の日曜日24日までです。